ポケセン近くにあったピョコだから行ったのよ。ポケセンのところにコーナーみたいなやつがあって、でそこに女の人がなんかあのまあいるわけよ、そのくれる人ね。書いてあったんだよね、なんか指を振るを一緒にしてもらえるともらえますよみたいな。いや指振ると思って、いやでも恥ずくべーかなと思いながらも、いやでももらうかみたいな、もらおうと思って行ったのよ普通に。すいませんっつって、あのピッピ欲しいですっつったら、はいわかりました、それではじゃあ指を振るを一緒にしてもらいますみたいな、じゃあ手をお出しくださいって言われてでお姉さんが一緒になんか、それじゃあ行きますよ、はい、言いながらペコラも長いと思う、なんかペコラピッピぐらいだと思ってたの。そしたら6回ぐらいクソ長くて、もう苦笑いっていうか、なんかもう恥ずかしすぎて笑ってたよね。もう目線合わないで、もうずっとこのピッ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 すごい。その後お姉さんがさ、素敵ですって、はいじゃあこちらピッピですって言われて、はいってありがとうございますってすぐ出てったよ。なんかもう大爆発出ちゃったわ、指を振るで。本当にそれぐらい恥ずかしかったわ。